スラのモバイルエントメンテナンスって今テスラあの内容によってはサービスセンターに持っていくことなく、来てメンテをしてくれるというサービスがあります。Is this the computer? This the computer? Yeah, that's the old computer. Old one? Yeah. Oh, okay. That's the 2.5. Yeah. You need to have seen it before. Yeah. Light. This is a new one.ここね、sorry. Yeah, right there. So new ones up there already. Yeah, yeah. Okay. Shit, easy as. Cool. テスラ X2018 年の夏に買ったんですけど、いよいよ今回追加で、アップグレードしてフルセルフドライビングオートパイロットの、まあ、最高級版みたいのに、アップグレードしました。で今日さっきテスラの、サービスの人が来てここの下にあるですね、なんとかコンピューター、このグローブボックスの下にある、ドライブコンピューターみたいのを、バージョン 2.5 から 3.0 にアップグレードして、で、その後ファームウェアを新しいのをダウンロード、Wi-Fi でダウンロードして、これは結構時間かかって、で、今アップデートしてるんですけど、これが終わったら、今現在のフルサービス、フルセルフドライビングが、でいよいよ運転できるということでしてね、今ちょっとこれ、終わってから早速運転したいんですけど、どうですかね、うまくなんかファームウェアがアップデートエラーになることが多いらしいんでちょっと心配ですが、あっ、リブーティングだって。大丈夫かな。本当テスラはすごくて、オーバーザエアアップデートっつって、もう Wi-Fi につながってあのセンターからプッシュされたあのアップデートをどんどん更新できるので、本当にコンピューターの OS とかソフトウェアをアップデートするイメージ、これをできるのはテスラだけらしいですよ。ちなみにテスラの株は今日いよいよ800ドル超えして、去年の12月からさらに上がってしまっているという、ちょっとどうなるんでしょうか。今テスラがリブートしてる時です。リブートしてるときこんな感じになります。もうちょっとしたら上がってくると思うんだけど。来ましたよ。上がってきています。大丈夫か。来た。リリースノーツがうまく出たら OK になるそうなんですけど、どうでしょうか。はい。それじゃあ、一体フルセルフドライビングを買ってどうなったか、何が変わったかってところなんですけど、その前にすでに購入していたエンハンストオートパイロットではすでにこのオートステア、自動的にこうハンドルを、操作する機能と、あとナビゲートオンオートパイロット、高速道路とかでレーン変えたりとか、これは、追い越し車線を自動的に抜けるかとか、レーン変えるときに自分でこう確認して、この、今このバーみたいのを引いて確認、まあコンファメーションするか、もしくは自動的にレーン変えるかとか、あとはレーンを変えたときにチャイムが鳴ったりとか、こうバイブレート、どこがバイブレートするのかよくわかんないですけど、ハンドルかなっていう機能を設定できます。もうすでにこれはもうあったんですね。で、あともう一つあったのはこのサモンといって、ガレージから出したりとか、自分のいるところまで自動的に来てくれるとか、そういう機能はもうすでにあった。
今回5000ドル追加してフルセルフドライブにしたときに、まずこのトラフィックライト&ストップサインコントロール、この コンソールで、信号とかストップサイン、とかストップって書いてるサインとかを認識すると、さらにその信号機のところで自動的に止まるという機能があります。ただしこれ本当ちょっとアホみたいなんだけど、青信号でも止まっちゃうっていう、信号が赤とか青とか関係なく止まる、止まりたくなかったら勝手にもスローダウンしちゃうんで、近づいてきたらアクセルを踏み続けるとか、あとはこのバーをこうに引いてそのまま行けってこう指示しない限り止まってしまうっていう、一番使えない機能なんでもう速攻オフにしたんですけど、あとは新しいの二つ目は、グリーントラフィックライトチャイムって言って、信号が青になったらピコンってなるっていう、キラーンってなるっていう、まあこれはなんか信号の時にちょっと嘘見してたりとか、まあ携帯見てたりとかっていう時になると、まあ青になったなぐらいで、まあそこまで使える機能じゃないかなと思います。あとこの最後のFull Self Driving Visualization Preview っていうのが、実はこのコンソールに、その信号機とかカメラが、認識したオブジェクト、ストップサインとか信号機とか、あとは今は工事中のコーンとかゴミ箱とか道の横にあるやつ、こういうのをまあここに映し出すという機能です。早速運転しましょう。レッツラゴー。今動き始めましたが、オートパイロットが、まあハードウェアが変わったってことで、今カリブレーションインプログレスと書いてありますね。キャリブレーションを今していると。で、左側のこの、青いこれのところが、ハンドルのところがその進行具合を表してるんですかね。せっかくいきなり試したかったけど、今全然逆に自動運転できない。マニュアルで運転しなきゃダメですよ。それ以外はちょっと見た目は変わりませんね。このアディショナルカメラズカリブレーティングって書いてあるから、この新しいハードウェアと、まあ、ファームウェアになってカメラを一回も全部キャリブレートしないと、こういうオートパイロットの機能も全然使えない状況みたいですね。待つしかないですね。進んできました。運転しながらカリブレートするということですよね。そうですよね。周りの状況を見て、カメラのキャリブレーションコンプリートって出ました。さあ、あ、もうすでになんか信号を認識するようになってます。あはは、まあそれだけなんですけど、オートライブはできるようになった。はい、来ました。もうすでにエンハンストっていうのがあるんで、実はフルセルフドライブにしても、信号見えたりとか赤信号で止まったり走ってすることができる。多分それだけかな、もしかしたら、高速で自動追従したりレーン変えたり高速から出たりするのはもうあるから、信号の認識かな一番のところは、赤で止まるっていう、で青になったら教えてくれるけど勝手には進まないみたいな。なので、交差点で信号で曲がって右に曲がったりとかっていうのは機能上は多分もうできるけど、まだベータ版なのかな、パブリックには、オファーしてないと。ちょっとスピード上げていうことですね。はい。あ、周りのスピードサインも認識してる。はいはい。よし、オートパイロットスタート。ストッピングフォートラフィック OK。 だからストップサインを認識した。え、勝手に止まるかなこれ。これ、フォーウェイストップがあります。止まった。でも、進まない。残念ながら進みませんでした。Unable to proceed って書いてありました。進んでよ。
の前のトラッシュキャンをここでも認識していると。それだけじゃん。ちょっと認識力が高まっただけじゃないのこれ。まあこんな感じで運転しますね。本当はこうですね。はい。ね、時々握ってねって言うからちょっともうぶっと。はい。ということで5000ドルかけてフルセルフドライビングパッケージを導入してみましたが、今現時点ではまあほとんど全然使えないなって、機能的にはあんまり変わんなかったなっていうのが印象です。でもね、これ買っておけば、いずれフルセルフドライビングがマーケットにまあリリースされた時にもうすでにその機能があるので、すぐにそれが使えると、追加料金なしで使えると、たとえサブスクになってももう費用なしでできるということで、確保できたっていうのと、あとは、この車売った時にね、もし売った時に、フルセルフドライブがあるっていうのとないと、まあ、ちょっと価値が違うと思うんで、それでまあちょっと値段は違うかなと思うんだけど、なんとこれも知らなかったんだけど、残念なことにこの買ったフルセルフドライブっていうのはこの車にしか有効じゃなくて、例えば次もう1台テスラ買って来年、まあ、例えばサイバートラック買ったとしても、今持ってるフルセルフドライビングの機能はこの車に、ついてくので、また買い直さなきゃいけないっていう、事実が発覚して、なのでせめてこれフルセルフドライビングが出てから何年か乗らなきゃいけないかなっていう、思ってます。まあちょっと楽しみに待っていたいと思います。早くテスラさんフルセルフドライブ作ってくださいね。OK、 それでは I will see you in the next video. アロハ。